さてちょっと開きますよ、はい、誰か歩いている、誰だ君は。シフトチェンジ TV 始めてまいりましょう。皆さんご視聴ありがとうございます。今回やってきたのはジープ札幌東でございます。金子さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今そのマスク早速気になってしまいました。はい、ありがとうございます。ジープのオリジナルマスクですか。そうなんです。すごいですね。ジープってね、はい、こっち側に書いてるでしょ。そうなんです。はい、そして反対側ほらこれいいっすね。すごく、はい、見た目もかっこいいですし、店舗で販売してますので。そうなんですね。はい、私は今日はこのまま不織布マスクで進めていいですか。はい、もちろんです。欲しい欲しい、もう早速欲しいなと思ってしまいました。さて今回は今レネゲードの前におりますけども、はい、ジープというとやっぱり大人気なのがラングラー。はい、そうですね。今もすごいですか、やっぱり人気は。やっぱりラングラーがすごく今大好評いただいております。はい、ちょうど金子さんの後ろにもね。そうですね。ね、はい、私の方でこう映ってるんですけども、はい、アイランダーがもうね、お店に入ってすぐ目の前にっていうところで、はい、ラングラーの人気はもうすごいです。相当もうずっとまだ右肩上がりな感じですかね。はい、もうずっと右肩上がりでありがたいことにいただいております。もうこの人気っていうのはまだまだ続くかなというふうに思いますけども、はい、ね、そういった接客も大変だし、あと金子さんなんか最近 MID プライムのあの YouTube チャンネルあるじゃないですか、はい、もう一つの、はい、あそこでも結構そうですね、ご出演されて、はい、なんかもう映像も慣れたもんで、あの、はい、あの、いや慣れてはないですけど今入っていただきました、ね、忙しくさせていただいてます。そちらも出演、はい、まあ、今回ご出演してもらってるし、はい、あとはラングラー人気っていうのもあって、たくさんの、ね、はい、お客さんの対応もあって、はい、結構忙しいですね。いや、そうなんです。ちょっと人手が足りないくらいな。あ、そうなんですか。はい、人手足りない。はい、そうなんです。ちょっと週末だけでも私、はい、私ね、ちゃんとうまいこと説明できるかどうかっていうの心配。大丈夫です。あ、そう、じゃあ常に人っていうのは募集してるんですね。そうなんです、募集させていただいてるので、はいはい、一緒に、はい、働いて。だまだだって金子さんは2年3年ぐらいですか。そうですね、はい、早く下入ってきてほしいなってところありますもんね。そうですね今ね、やっぱね、はい、ジープのスタッフの方だったら結構なんかこう大会系のイメージあるそうですよね。はい、もうぜひ入ってきてほしい。いや、でもそういうね、職場が好きな方もそうだし、はい、いいじゃないですか、はい、金子さんはね、その中でも特に優しいですから。そうですね、いろいろ教えてくれると思いますよ、はい、ぜひお待ちしてます。男女問わず。はい、男女問わずね、車が好きだという方には、はい、ぜひ、はい、こちら訪ねていただいてというところもございますけども、さあ改めて、今回のお車、正式名称をお願いいたします。はい、こちらレネゲードの 4xe トレイルフォークになっております。はい、そうなんですよね。あのこちらちょうど見ると、このナンバープレートの下にですね、はい、これ4xe と読みがちですけども、はい、4xe と、はい、いうことでございますね。はい、そういうことになります。はい、このレネゲード 4xe って大きな特徴は何でしょうか。はい、 4xe というのが、PHEV のお車という意味になります。プラグインハイブリッドのことでございますね。はい、プラグインハイブリッド、これなかなかね、電気自動車とかハイブリッド車とか、はい、プラグインハイブリッドだったり、はい、なんかちょっとややこしさがそうですよね、あったりする。あ、詳しく教えてもらいますか。プラグインハイブリッドって何ですか。はい、プラグインハイブリッドはエンジン、もちろんガソリンのエンジンでも走行ができますし、はい、バッテリーが積んでありますので、うんうん、電気でも走行ができて、そのバッテリーに外部出力から充電ができるというお車になってます、はい、そういうことでございますね、はい、だから電気自動車とハイブリッド車の、はい、いいとこ取りをしてる感じですかね。そうです。なんかね、はい、うん、どん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 時代も進化し、はい、こういう風になっていくんですよね。はい、うん、ちょっとあの早速動いちゃいますけども、今電気の外部充電っていうところで、あれなんですよね、電気充電はどちら、こっち、はい、2つあるんですよね。そうなんです。給油口と充電のする箇所と2つありまして、はい、レネゲードは向かって左側が給油口、そして右側がバッテリーの充電。ちょっとそこ最初見たいな、はい、どういう感じ。これはもう今閉じてる、はい、そこを押していただくだけで開きまして、はい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 、こんな感じだ、はい、
充電できるようになってます。まあ、このキャップも簡単に取り外しができるようになってますんで、これを取り、あ、本当だ、外していただくと、本来ならね、給油口だったらここに穴があって、はい、そこに、給油していくって感じなんですけども、はい、これは実際ちょっとこちらを見ると、あ、ありがとうございます。これですね、はい、これが充電システムになります。これが充電システムだ、はい、これがないといけないってことですか。一応そうですね、あのこれはまた一種類の、はい、充電システムにはなるんですけども、ご自宅の方にこういった充電システムを取り付けをしていただいて、はい、まあ、夜 の、 あの電気代が安い時に充電をしていただくような形になります。そういうことね、はい、あ、ここにもジープ 4xe というふうに書いておりますね。はい、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、ちょっとしまっていただいて、いいですね。もちろん今まではレネゲードガソリン車がメインだったっていうところで、はい、レネゲードってまあ5年ぐらいの歴史はあるかなっていう感じですけども、はい、うん、今ジープ、まあ、こちらでも扱っているのがラングラーをはじめ全部で何車種、5車種になります。5車種、はい、ラングラーがもう一番の人気ですよね。そうですね。レネゲードってどうなんですか。はい、レネゲードは大体ラングラーの次2番人気をいただいている形になっております。2番目に。そうなんです、はい、あ、人気ありますね。そうなんです。人気の秘密って何だろう、ラングラーの。はい、あ、レネゲードなんですけど、一応ラングラーと同じく丸めのヘッドライト、はい、じゃじゃん、こちらをレネゲードは採用してます。パッチリお目目。はい、そうなんですね。まあ、あとは四角いフォルム、ジープらしさを持ったままコンパクトに、はい、うん、こう作られたお車になっているので、うんうんうん、すごく、まあ、乗りやすいですし、はい、好評いただいてて、うん、まあ、あとは女性の方も乗りやすい、はい、ちょっとラングラーだと大きいけどというような方でもすごく乗りやすいお車なので、すごい人気をいただいてます。その前に 4xe、 詳しくちょっともう一回教えてもらいたいです。 4xe って何でしょう。はい、PHEV でこう、はい、電気も使ってしっかりと四駆にしてますよというジープらしいこうコンセプトになっておりまして、うんうん、その意味を持って 4xe と、はい、なるほど、はい、でこの 4xe の4は 4WD の4ということになるんですね。はい、ただ見た目としては今までのレネゲードと変わりはないと言っていいですかね、はい、姿形は同じになります。うんうん、同じだ。ちょっとエンブレムの背景の色が青くなっていたりとか、電気をイメージする形になってはいるんですけど。本当だ、はい、4xe の E の部分が青くこう、ね、表示されてますけども、はい、よく見るとこうちょっと縁が青いんですね。エンブレムの縁も青くなってます。かっこいいですね、はい、やっぱりこの可愛らしさがこのねお目目も含めあるんですけども、はい、小さいながらにもしっかりとこの力強さというところを兼ね備えているところがやはりジープ、はい、ね、そうなんです。素晴らしいじゃないですか、うん、じゃあちょっと再度横も見ていきましょうかね、はい、タイヤもあのオールシーズンタイヤを配させていただいていて、はい、まあ、北海道の圧雪アイスバーンはちょっと対応できないんですけども、はい、あらゆるこう悪路は走破できるようなタイヤを使用しております。なるほど。こちらホイールは17インチですね。はい、そうです。17インチ、うん、タイヤハウスもすごくそうね、広く作られてるので、もう大人の拳以上ですね。はい、はい、うん、そうなんです。十分ですね、十分でございますね。あ、これですね。そうですね、トレイルレイテッドバッジ。これはどういう基準を満たした車に。はい、ジープ、トレイルレイテッドっていう、 こう試走コースがありまして、はい、それを走り切った、モデルのみにつくバッジになっています、うん、なるほど。この 4xePHEV のレネゲードも走り切って走破性は優れてますよっていう風になります、はい、うん、電気を使ってでもその辺の強さはしっかりと証明されているっていう、はい、維持しましたということで、レネゲード、これもね先ほどジープもちょっと枠が青かったですけども、ここもしっかりと青いバイ、はい、ね、いいですね。お、ミラー、これはサイドミラーの下に、はい、まあまあ、巻き込み防止の小さなミラーがついているのと、うんうんうん、あとはブラインドスポット、はいはい、モニター等もついているので、うんうんうん、こうまあ運転中、はい、死角に車があるときにしっかりと警告をしてくれる、はい、してくれるミラーになってます、まあ、今ほとんどの、ね、車がそうかもしれませんけど、はい、レネゲードもしっかりと、はい、そこはしているということで、まあ、でもやっぱりこう小ぶり、すごく小ぶりですけどもね、はい、ちゃんと存在感あって、高さってこれレネゲード
はい、169センチあるので、はい、このコンパクトサイズの中ではすごく背はちょっと高めな、そうですよね、はい、車になります。いいじゃないですか。じゃあちょっとリアも見ていきましょう。はい、後ろに回ってまいりましたよ、金子さん。はい、後ろもこのねジープの、はい、これがまた青く、そうなんです、後ろもこれかっこいい、はい、これなんてもう本当にもう青く囲いながらも E の部分だけ全体的に青に、はい、青なんですね。これなんか本当にいいアクセントになってますよね。はい、電気をイメージして、電気をしっかりとこうやってイメージして、ブラック全体的にブラックだから余計になのか、そうですね、うん、でも他の色でも映えそうな感じはありますよね、はい、うん、レネゲード後ろ、うん、この中ライトが、はい、特徴的ですね。そうなんです、バッテンのマークになっています、はい、これがもう旧アメリカ軍の蛍光管をイメージしたバッテンになってます、ね、その中にはセブンスロットグリル、うん、あ、本当だ、はい、ちっちゃく本当だ、いますね、これもうつ電気ついちゃったら見えないんですけども、これね、はい、肉眼だとしっかりと分かってますけど、はい、この辺が一番分かりやすく映るかな、はい、これ知らなかった。そうなんです、いいっすね、ワンポイントしっかりしてるな、はい、うん、まあ、でもこのバッテンも 4xE の倍にちょっと、ね、それにもちょっとかかってかかってるかもしれないです、はい、ね、より、うん、はい、ね、一体感があるって言いますかね、はい、うん、さてちょっと開けますよ、はい、あ、こちら、はい、いいよ、グッと開けていただきます。じゃじゃじゃのじゃん、まあ、そんな広いってわけではございませんけども、はい、うん、あ、これは予備っていうか、そうなんです、もうこれは備え付けの充電のコードになってます、うんうんうん、標準でついてきます。マットもあって、はい、ここにも4倍いいと、はい、そうなんです、ねえ、表示されて中にスペアタイヤ、はい、そうです、入ってますね、はい、はい、まあゴルフバッグなどは入りませんけども、そうですね、うん、シートを簡単に倒すことができるので、うんうんうん、縦積みでは入れていただけるかなと、うんうん、そうですね、はい、もうこれで簡単に倒すことができちゃうんですね、はい、はいはいはい、なるほど、ぜひこちらも見ていただきたい。何すか、誰か歩いてるよ誰か歩いてる、誰だ君は、まあ、PHEV だけじゃないんですけども、レネゲードここにイエティが、イエティ、はい、雪男が、雪男が歩いてる、はい、知らなかった。これも言われないとわからないですよね。これ今ちょうど影になってね、はい、イエティが。そうなんです、月に向かってなんか歩いてる感じがする、はい、上のライトが、はぁー、ちょっとこう閉めてももちろん見れると思うんです。あ、ここにもね、そうなんです、セブンスロットグリル、セブンスかっこいいですね。そしてあ、ここからはちょっと、そうか、中が暗いと、そうなんです、ここにイエティいるんですけどね、はい、あー、なるほどね、見えないけども、うんうん、ちょっとこだわって、これあれだみたいですよ、1年に1センチずつ動いてるみたいです都市伝説、都市伝説、そうだったら面白いですけどね。そうですね、いや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 、なるほどね、はい、はー、いいじゃないですか、しっかりとしてます。こんなしっかりしたケインフックも、うん、はい、リアにはついてますね、引っ張りますせと、はい、ね、で、ここにね、さっきそっちが、はい、電気の給電、そうですですよね、はい、そして逆サイドに給油口がここについて、はい、ここは押しても開かないですね。そうなんです、はい、それがまあガソリン、PHEV 車は基本的には電気で走るようになりますので、はい、ガソリンがあんまり使用されないという前提で作られてます。なるほど、なので、まあ、ガスが発生してしまうので、ほうほうほう、はい、しっかりあの運転席のところに給油口を開けるボタンがついてまして、うんうんうん、ボタンを押すと自動的にガスを抜いてから給油口を開けてくれるような仕組みになってます。はあ、なるほどですね。じゃあ次はインテリア、はい、中見ていきましょう、はい、金子さん、はい、今から行くぜ、はい、お待ちしてますお邪魔します、はい、なんかさっきは結構ブルーが基調となってましたけども、中は要所要所にオレンジ、そうですね、サイドのこれはスピーカーのところの周りね、はい、そうなんです。このトレイルホークっていうグレードなんですけど、はい、これはこの赤が特徴的な色になってまして、あ、そういうことですか。そうなんです。だからこのシートにもね、トレイルホークって書いてて、はい、ここにステッチも、はい、シートも入ってて、ハンドルも
はい、あハンドルにもステッチ入ってますね。本当だ。でサイドのこの空気、はい、出てくるとこね、ダクトもオレンジで囲われてて、ちょっと一瞬違和感を感じました。意外ですよね。意外ですね。はい、うん、そうなんです。まあでもやっぱり黒との相性はいいので、はい、うん、で 4xE ののフラーマットは、はい、はい、そうですね。ブルーのラインが、こうブルーになってる、はい、なるほどですね。これシートよく見ると何でしょうか。この模様が、そうなんです。これ4000って書いてる。なんだ。はい、標高の、標高だ。はい、山の、そうです、そうです。上から見たの地図のね。はい。どこの山だこれ。これはちょっとあれですよ。4300とか、はい、標高をちょっとこうイメージしている感じなんだ。そうなんです。ちょっと細部までこだわった。すごいですね。うんうんうん。あ、ここもそうか。そうなんです。ここも赤く。赤くなってますね。はい、トレイルホークっていうのが、はい、このグレードの中で言うと、はい、一応トップグレードになります。一番上だ。はい、リミテッドの次、一つ上に、はい、上ってことですよね。はい、あ、一応ガソリンモデルで言うと、はい、このトレイルホークのみが四駆の対応になってますので。そっか、はい、リミテッドはあれは FF、 はい、 FF になります。そうなんですね。はい、でも一番グレードが高いからもう500万は超えちゃうんじゃないですかこれ。この PHV の 4xE に関しては、はい、503万円、503万円ギリ超える感じだ。はい、あ、ごめんなさい、ここも大きく違いました。あ、これは四駆のお車のみについているセレクテンシステムという駆動力の切り替えの装置になってます。はいはいはい、はい、結構これ見るとオートから一番左始まりスポーツ、はい、スノー、雪の上、はい、サンド、砂ですね、はい、最後6岩、はい、はあはあはあ、その切り替えができちゃうわけだ。はい、はあ、基本的にはオートは F、はい、FF で、あ、そうなんですね、乾燥路面を走ってくれます。うんうんうん、でスリップ感知すると、うんうん、4駆に自動的に切り替わってくれます。自動的に、はい、昔だったらね、手元にこうシフトノブあってね、その横に4駆に変えるガッチャンコ、はい、そして2駆に変えるガッチャンコ、はい、っていうのが、はい、ありましたけども、はい、すごいですね。そうなんです。今はもう自動でやってくれちゃうわけですもんね。はい、あれはあれでね、なんかごつくてよかったんですけどね。はい、うん、そして助手席の前には、はい、これはハンドルがつけられてます、ね、やっぱ悪路を走ったりするときには、はい、助手席の方しっかりと捕まっててねと、はい、うん、アイ電気もついてます、ね、はい、はい、お化粧直ししてください、はい、運転中はダメです、はい、これなんですかこれ。これがあのナイキとかの、ここからこう、はい、なんて言うんでしょう、空気が循環されるようになってます。ああ、そういうことですね、はい、はいはいはい、センターコンソール、ここに、あ、この模様もまたね、そうなんです、あの後ろのリアライトと、はい、同じくなってます。バカ、あ、深いですねここ。そうなんです、ちょ、灰皿がまだ灰皿もジープは備え付けてくれてます。うん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 、ちょっと後部座席も乗ってみますね。あ、はい、うん、よっ、後部座席でございます。あ、後ろもシートはやっぱりこういうちょっとした標高の、はい、同じく模様がね、はい、ついていて USB、 はい、 USB ポートついてます。後ろの方も充電できます。前結構ゆとり、今運転席ありましたけども、後ろは座ると、まあ、広いってわけではございません正直、はい、ただ男性でもこの運転席のシートと足がぶつかることはないぐらい、はい、十分に座っていただけると思います。私173センチありますけども、十分で、やっぱこう天井が高いのがいいですね。そうなんです、ね、背が高くなってますので、あと四角いフォルムになってるので、はい、うんうんうん、車内空間も広く作られてます。そうですね。で実際にこのリアのシートは倒すことができるので、荷物を大きく積むことができる、はい、ということですね。改めて乗って、よいしょ、今ちょうど電気の充電ですか、はい、をしていて、今ちょうど挿している状態、はい、そうです、ですよね、はい、その時にこれなんかこうなんかその何パーセントみたいな、はい、
24% これ何でしょう。今 24% まで充電されてますよと、はい、いうことになります。はあ、はあはあ、だいたいもうほぼゼロから満タンにするまで何時間ぐらいかかるんですか。はい、だいたい3時間半かかります。3時間、あでも3時間半なんですね。そうなんです、はい、うーん、なので夜ご自宅帰っていただいてから、はい、こう充電器を差しておいていただくと、うんうんうん、次の朝までには満充電に必ずなっているような形になります。うんうんうん、なるほど。ではこの後はエンジンをかけて、はい、このレネゲードを試乗しましょうかね。はい、じゃあ試乗は次回のこのシフトチェンジ TV でお送りしようというふうに思ってます。田中さん次回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さんご視聴ありがとうございました。ブイン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 と